ビアゴモラか。やべえ、ほら、ぼさっとしない。ヨーコ、よ、アセオ。お前、意識が戻ったのか。誰に口聞いてんだい。ヨーコ様はいつだって元気元気。行ってやがったバカ野郎が。バカとは何だ。勝手に消えるんじゃねえよ。あ、長谷天狼、大悪魔。地獄から戻ったぞ、陽光と共に。ハセオ、メールは読んだ。他のアリーナランカーたちにも呼びかけた。皆化け物たちを倒すために立ち上がってくれたはずだ。お前に答えてな、ハセオ。俺に？竜研究トーナメントで受けたお前の汚名は払拭できたということだ。見ろ、ハセオ。お前を信じた数多くのプレイヤーたちを。お前はアリーナのチャンピオンだ。皆の模範であり目標だ。ほら、行きな。負けんじゃないよ。あんたは強い男なんだから。イコロをなめんじゃないよ、化け物。化け物相手に解いても始まらないが。なぜチャンピオンが至高の座であるか、我らイコロの剣で示す。クビアゴモラか。ハセオ殿。カエデ、マツたちも。メールを読んでまいりました。欅様からの連絡もあったので。欅が。正念場だな。親分退治は任せたぜ、ハセオ。ハセオ殿、ご武運を。ここにも首輪ゴムラが。
ぬわっはっはっは世界の危機だと？お前このピロシさんが来たからには安心したまえ。さあ、悪い化け物はどこで？ピロシさんが成敗してくれる。メールを読んだのか？ハセオ！シュラバス、ガスパーも。お前ら、ここで何を？メールを読んだから。化け物を倒しに来たんだぞ。お前ら、ハセオは僕らのギルドマスターだもん。ハセオ？オイラ弱虫で肝心な時に使えないかもだけど、ハセオが言ってくれれば頑張れるぞ。僕たちも戦うよ。だって僕らザ・ワールドが大好きだから。なくしちゃいけないものがここにはたくさんあるんだぞ。ありがとう。お前らが、お前らみたいな奴らが残ってる限り、ザ・ワールドは死なせねえ。行きやがれ、ボズ。大化のおっさん。そして必ず笑って帰ってこい。ああ、必ずだ。ゴムラか。なんて数だ。クソ。ガビ。おう、元気か。メール読んだぞ。産業以上あったから大変だった。久しぶりだね、ハセオくん。姉さんがやるなら俺もやるぜ。ボルド、てめえらも。暇なやつらもついでに連れてきた。黙って頼っときなって。損はさせないからさ。節のことを忘れてはおらぬか。行くがいい、死の恐怖。礼は全部終わってから言うぜ。今こそ生きよ、貴様ら。生きるために死ね。やるぞお前ら。ひとまず首やゴモラの増殖は抑えられている。みんなの協力のおかげだ。世界は、プレイヤーたちは、思いがけないほど見えない力でつながっているのですね。クビア本体はようやく尻尾をつかみましたよ。クビアと推測される
巨大データの移動。現在地はシグマサーバー、タケリ立つ総国の粛清。よし。ハセオさん、アイナ、あの、兄さんはザワールドが大好きでした。だからお願いします、この世界を救ってください。俺はオーバンを忘れねえ。そしてあいつの意志と共に俺は戦い抜く。ハセオさん、クビア本体が移動する前に補足しましょう。 PC データのセーブと装備、所持アイテムの確認を。非分使い PC を総動員してクビアと決着をつける。クビアの影響がエリアデータに干渉しているようだ。クビア本体はこのエリアの最深部だ。我々非分使いの影と決着をつけよう。よし、行くぞ。なんてノイズだ。ネットの回線までやばいな。かつてない規模の歪みが生じてる。活性化したクビアが引き起こす歪みがどれほどのものかまだわからない。非分使いに対となる反存在、それが真っ向から衝突した時、リアルは大丈夫ですよ、ハセオさん。今まで何度もダメだと思った時でも、ハセオさんは乗り越えてきました。焦る必要はない。少しずつ歩くことから始めることの大切さ、そしてゆっくりでもいい、諦めずに歩き続けること、それらは全部ハセオさんが身をもって教えてくれたことなんです。だから私は諦めません。ハセオさんと一緒に戦います。アトリ、そうだな、大丈夫だ。何弱虫してんねん坊。大丈夫や、うちがついとる。うちらは負けへん、せやろ。うん、そうだね、二人で頑張れば怖いものなんてないよね。よう言うた。今この状況からこの世界を守れるのは俺たちしかいないんだ。うん、僕たちで成し遂げようね、ハセオ。この世界を守るか、この感覚懐かしいな。よし、行くぞ、みんな。ここは…まるで地獄の亡者の道だね。聞こえる。闇の響き、どんな
闇よりも暗い人の心の闇。何？首輪？あれが私たちの半存在。でけえ。待っていた我々を。来るぞ。アバターの総力を集中しろ。我々の秘文を長谷尾に託す。フィドヘル。タルボス。メガス。マハ。ゴレ。お願い、私に力を。守りの力を。ビビス。この力は、俺は死の恐怖。いいぜ、来い、来いよ。俺はここにいる。データドレインでも通用しないのか。クソ、どうすれば奴を倒せる。確か奴にはコアがあったはず。そこを叩けば。そいつはどこにあるんだ。おそらくはクビアの体内。じゃあ奴の中に飛び込めば。あの化け物の体内ってとこか。ハセオさん、あれ。あれは、あれがクビアの中枢、クビアコア。なんだ。まずいな。どうした、ヤダ。どうやらクビアの再生がネットワークに膨大な負荷を与えているようだ。このままでは次のネットワーククライシスが引き起こされるのも時間の問題だ。そんな、回避する手段はないのですか。元を絶つ以外に手段はない。なら倒すしかないだろう。
追消滅を覚悟の上の話だ。碑文と半存在が衝突する上で避けては通れない命題ね。それしかないのか。クソ、どうすればいいんだ。今さら選択肢はねえだろ。こうしている間にもリアルはやるしかないんだ。なんだ。私は眠りについた存在。この世界の未来を決める力はない。この世界をどうするか、それはあなた方プレイヤーが、人が決めること。私ができるのは思いをつなぐことだけ。さあ触れなさい。あなた方と思いを同じくする者たちに。モルガナの小さき子らに、どうか幸せを。ドッペルゲンガー、そんな設定聞いたことないです。クビアから生まれる、そんなことがありえるのか。簡単にはやらせねえってことか。とにかくあいつらをまずはぶっ潰す。みんな行くぞ。よし、再生してる。クソ、これじゃキリがねえ。ハセオさん、大丈夫です。ここは任せてください。クビアの再生を止める鍵となるに違いない。ハセオ、他の拠点の再生を止めてくれ。すまない、みんな、あとは頼む。僕を真似しても無駄ですよ。さあ行きましょう、ハセオさん。私の刃の前には模倣など無意味。参りましょう、ハセオ殿。ああ行くぞ、みんな。よし、ここもそうか。クビアは間違いなく再生し始めてる。僕はここでクビアの再生を妨害します。ハセオさんは先を急いでください。私はここでこの異形のものの再生を防ぎ続けます。ハセオ殿は先を急いでください。ありがとう、任せたぞ。みんな、みんな耐えてくれ。
僕は逃げないって決めたんだ。だから負けない。僕の真似をしても無駄だよ。さあ行こう、ハセオ。ああ、行くぞみんな。よし、ここもそうか。クビアは間違いなく再生し始めてる。ハセお兄ちゃん、僕は大丈夫だから先を急いで。ここは僕がせき止めるよ。だからハセおは先を急いで。もう少しだ、みんな頼んだぞ。やられるんじゃないぞ。クビアコアが分離した。再生を食い止めたことでクビアコア自身再生力が落ちているとすれば、叩くなら今しかないわ。ハセオ、倒すなら今ってことか。これで全てに決着がつく。みんな覚悟はできてるか。俺たちの覚悟はそんなに簡単なものじゃない。勝つに決まってるさ。なあ、ハセオ。この戦い、絶対負けられない。いえ、絶対勝つわ。ああ。これが最後だ。全てを終わらせる。行くぞ！やったか。亀裂が。まさか追消滅を狙った自爆。最短と同等の力を持った存在がその力を一気に放出したらどうなるか。ネットワークにかかる負荷は計り知れないわ。そんなことしたら、ネットワーククライシスの再来。食い止めるにはどうすれば。我々の秘文を、力を一つにして奴にぶつければ。ですが、それでは他に手はないんだろ。だったらやるしかねえ。時間がない。みんなの秘文をハセオに頼むぞ。ハセオ、ハセオ、お願い。ハセオ兄ちゃん、ハセオ、ハセオ、お前なら可能だ。ハセオさん、みんなの声が、思いが、俺に。
やはりダメなのか。祭壇の秘文なしでは我々の方が。オーバー。くそモルガナの小さき子らよ、今一度強く思いなさい。世界を変えるのは強き思い。これで全て揃ったな。オーバン、いけるか、ハセオ。ああ、当たり前だ。最後だ。俺がザ・ワールドに刻んできた思いの全てをこの一撃で。うわー、いけー。強くなったな、あの頃よりも。ずっと。ああ、損するしかなかったからな。思いをつなげ、お前はどこまで成長していくのか。オーバン、あんた何を言って。ハセオ、ここまでのようだ。待てよ、俺あんたの気持ちにまだ何も答えてない。あんたはいつもそうだ。
俺の気持ちを伝えようとする前にどこかへ行っちまう。また勝手にいなくなるのかよ。なあオーバー。一つの終わりは新しい始まり。俺たちの旅はこれからも続いていく。そうは思わないか。あ、何を言ってるんだよ。何を言ってるのか全然わかんねえよ。まだ言いたいことがたくさんあるんだ。それからリアルとネットワークの混乱はようやく沈静化していった。ネットワーククライシスの真の危機ってやつは避けられたんだろう。ザ・ワールドにはあのいつもの日常が戻った。これまでとは違うこれからの日常が。久しぶり。覚えてる？ここで話したこと。女神アウラのことか。ハセオ、私ずっとあなたを見ていた。愛だ。私の意識はオーバンの左腕と曖昧につながっていたから。オーバンの妹もそんなこと。私はオーバンと共にいて今回のことを垣間見ていた。オーバンは自らの最短で生じたクビアを自己犠牲で。あの人はね、自分にしかできないことをやり遂げたの。そしてこれは彼が望んだ結末。
まるで私たちオーバーの物語の中で生きていたみたい。そうじゃねえ。そうね。長谷尾さん、アトリ、私が呼んだの。意識が戻ったんですね、シノさん。おめでとうございます。ありがとう、羽鳥さん。ハセオさんから聞いてましたけど、本当に私の PC とそっくりですね。全然違いますもんね。そっくりとか言ったら失礼か。長谷尾さんはですね、シノさんを治すために頑張ってたんです。ずっと、とっても。そうね。そっか、そうですよね。私、じゃあこれでお幸せに。待て。憧れの旅団作ろっか。え？私と長谷尾の二人でオーバンを探すの。俺は長谷尾、私は見ていたから。シノ、素直になりなさい。遠い記憶、かすかに香る優しく君は微笑んでいた。見えない風に気づかないまま、君に甘えて苦しめてたね。誰よりも愛して見てるよね。
優しい